皆さんどうも、こんばんは、窪塚です。ということでですね、前回の動画で言った通り、このね、中古で買ったプラチナとブラック、これをね、ちょっと見ていきたいと思います。で、ちゃんとね、キャプチャーできるね、この 3DS もね、ヤフオクで競り落としたんで、まあ、競り落としたというか、俺しか入札してなかったんだけど、まあ買ったんで、やっていこうと思います。実はね、ちょっと見たんだよね。何日か前に、DS の方で。ちょっと見たいな。で、結構ね、やばそうだったから、すぐ消して、これちょっとみんなと見ようと思って。いいかな、見てもらって。いや、結構ね、逸材が揃ってた。まあちょっと、こいつが誰か知らないんで、この下にいるやつが。これ誰なの？ということでね、まずこの正幸くん、なんと82時間やってます。結構やってますね。しかも図鑑が372匹ということで、はい。まあ、見ていきますか。でね、まず、この手持ちポケモン。これを見るんだけど、まあ、ご覧の通り、この中古のポケモンによくある構図なのよ。つまり何かというと、まあ、おそらく、この親マリンって人ばっかりなんだよね。で、こいつ正幸じゃん。で、このザコばっかりじゃん。だから、ボックスの中の何人かを、まあ、このゲームを売るにあたって、この、マリンちゃんに献上したんじゃねえかなって、オタサーの姫マリンに送ったんじゃねえかなって思うわけ。で、これボックスだよね。じゃあ、ボックスというかパソコンでしょ。変わったね、パソコンも。で、この水木がおそらく、あれでしょ、このポケモン管理してる今作のマサキよ。でね、ちょっとね、ここがまず色違い。まずね、この左に、これよくわかんない。多分金銀999かよくわかんないんだけど、これも多分送ってんだよね。この秋彦と多分密接な関係にあるんだよ。秋彦からポッポレベル5、遠い場所で出会った。ちょっとこの辺の説明よくわかんないんだけど、おそらく別のシリーズだよね、ポケモンの。それで持ってきたんだろうなっていう。でも、ウパーがなんか、色違いなんだよね。これは、マサユキが見つけてる。この右の星は何なの、これ。右の星はこれ色違いってこと？大出現。これは、普通にゲットしたのかな。もう大体か、てかさ、改造ってできんの？この、あれ、DS のゲームって。アドバンスとかなんかプロアクションリプレイってあったじゃん、昔。流行ってたじゃん、すげえ。これもあんの？まずそこなんだけど。だからこういうのをゲットできるの？不安定って誰？ 知らない。剣。疾風陣雷客剣からもらってんだけど。不安定も星ついてるってことはこれ色違いなのかな？元の色知らねえからわかんねえんだけど。生意気らしいっすよ、こいつ。マジでね、ポケモン3世代までしかやってないんで、さっぱとわからんのや。ほーん。で、このロトムは何なんだ？ロトムって何？ このビリビリがいるんだけど。誰だこいつは。 ヒポポタマス。バカ。これちょっと見てみるか。これも色違いなのかな？星ついてるし。秋彦から献上されてる。意地っ張りいいじゃん。攻撃上がり、特攻下がりでしょ。これ物理にはいいんだよ。おー、いや、だからこの噛みつくとかもあれなんだけど、物理になってんだよね。この4世代からは。3世代まではね、悪タイプは全部特殊だったから、ちょっと難しかったんだよな。サメ肌とか。パンコン。これも色違いっぺ。パンコン好きよ、俺。バタフリー好きだから。関東地方からやってきた。関東地方からやってきた。関東地方ってあんの？ 4 世代に。さっぱりわからん。ボックス3。なんだ3って。サンムーンの3か？もう3からじゃねえよな、これ。あー。すげえ敵だから、これもなんかあれかもな。送ってんのかもな、他のロムに。ルカリオ。ルカリオかっこいいじゃん。せっかち。素早さ上がりだっけ？サトシからもらってる。204番道路で帰った。はい。素早さ上がりで、防御か特防のどっちか下がるんじゃなかったっけ？
はーん、地震最近でこれ両刀じゃん、これどっちもいける。マナフィー、何マナフィーって、サトシなんかめっちゃ100レベル持ってんじゃん。勇敢は、勇敢どうだっけ、素早さ下がりだっけ、素早さ下がり攻撃上がりだったっけ。はんはん、レベル50。さあ、でも攻撃高いっすね、やっぱり攻撃上がりだな。攻撃高い、攻撃が高いのに技は全部特殊と。サトシあんま分かってねえのか、ポケモン。これ特攻依存だぞ、これは。ルギアもいらっしゃいますよ。これ、ああ、懐かしい、これ。金銀で聞いたわ、この投げ声。サトシ、ルギア持ってんだな。ルギア爆弾で捕まえたのが。遠い場所で45の時だった。はあ。あれか、多分、ハートゴールドとかか。あ、ハートゴールドの関東で出会ってんのかな、さっきの関東って、もしかしたら。そういうこと？臆病ってなんか防御か特防が上がった気がする。いいんじゃない、このディフェンシティブだし。波乗りいるか、これ波乗りいらねえよな。波乗り切りてえな。あ、色違い、龍龍ユート、勇敢、勇敢、この素早さ低いんだもんな。まあでも攻撃高いのはいいか。なんか特殊ばっかりじゃね。はあ、ガブリアスは知ってるよ、俺でも。めっちゃ強いでしょ、これ。後期。気まぐれ。気まぐれは補正なしだよね。なんか弱くね？努力値振ってる？ちゃんと。攻撃こんなもんなの？ HP に振ってんのかな？なんか微妙じゃね？ステータス。こいつ、これ伝説臭くね？サトシ伝説持ってんの？これ。マスターボールで取ってんじゃん。55で出会うの。控えめか。控えめはいいよね。攻撃下がり、特攻上がり。おお、攻撃下がりで270あんのこれ。マルチタイプ。持っているプレートでタイプが。何それ。何も持ってないぞ、こいつ。何も持ってないのノーマルなんだ。はぁ。シザクロ。10万冷凍。シザクロはでもあれ攻撃依存だよね。はへぇ。どんどん。どんどんじゃん。サトシのどんどん。やんちゃ。はい。攻撃上がり、特防下がりか？フレドラ。知らねえ。ブラストバーンは知ってる。あー、両刀ですね。はい。もう次見ていきましょうか。なんだ、ここ色違い。待って、これはなんだ？こいつ色違いじゃねえだろ。マーリン。またマリンに献上したんだろうな、色違いを。そう、サークル内での自分の地位を高めるために。ミロカラもこれ色違いっすね。マサユキ、これマサユキは何者なんや、一体。無邪気。無邪気は、え、何これ、ちょっと待って。ポケモンリーグで出会えんの？え、これ改造とかじゃないよね。ごめん、俺、このゲーム知らないんだけど、このゲームポケモンリーグでゲットできんの？ 74 でいるの、ミロカロスって。てか、ミロカロスで野生でいるんだ。ヒンバスを、すげえめんどくさかったの覚えてんだけど、ルビサファで。大量発生でヒンバスを捕まえるっていう。そんなんしなくていいのこれ。ちょっとわかんねえな。これは大丈夫か。まあまあ、技は普通っす。アクアリングって何？毎ターン HP を回復する。リジェネじゃん。そんなのあるんだ。ベントラーもこれ色違いっぽいっすね。マサユキは一体誰なんだ？ずぶ、54でいるんだ。すげえレベル高えな。へえ。カバ。カバルドンも、なんか、名前は知ってる。これも色違いか。これはなんだ、この石ころは。こいつもマリンか。やっぱりマリンだ。マリンにあげてるな。これもマリンじゃね？陰キャ。なんだ、陰キャって。いや、マリン。マリンに陰キャって言われてるんだ。かわいそう。これもマリンだろ、どうせ。マリンばっかりじゃん。セージ。あれだ、セージって。ネッシーもらいましたよ。遠い場所。すげえディフェンス。お、ヤンマンマが進化するんだよね、これ。加速が強いと有名な。ポケモンリーグでやっぱいるんだ。色違いって。
こいつもさ、65でいるんだね。ボッカ、これマリンだろ。もう分かってきたよ。分かってきて。大体、こいつ大事にしていく。マリンに捨てられたこいつら俺は大事にしていきたい。この辺。ムクホークね。これマサイキ。あ、ココロ。ココロからもらってる。お前はあれか。マリンには献上するけど、ココロからは献上される立場なんだな、マサユキは。分かってきて、このサークルの序列が分かってきたぞ、俺。なるほど。エビルさんの時に色違いゲットしたんだ。おお、いいじゃん。攻撃。ブレバがなんか強いって聞いた。あー。色違いがいるのはいいね。ドータくん。ドータくん。知らん。マサユキいいじゃん。ポケモンリーグでやっぱいるんだ。でもなんかちょっと臭い匂いもしてきたな。ポケモンリーグばっかりなんだよ、色違いが。これなんかあんの、これ。これどうなの。これマリンだろ。わかるよ。もう全部わかってきた。かっけえ、ヘルがかっこいいね。これポケモンリーグか。ちょっと怪しくなってきたこの辺から。私そもそもポケモンリーグにポケモンが出てくるのかっていうのも、はなはだ疑問ではあるが。ヘドロ爆弾覚えるんだ。エルレ。これもポケモンで言うか。あ、違うわ。これちゃんと出会ってんな。うん。なえとる。キゾ。キゾさんからいただいてる。寂しがり屋。はい。寂しがり屋なんだな。俺が面倒見てやるよ。チルタリスって良いイメージしかないんだけど。水道に出てくんのこいつ。真面目。え、レベル100で、これも、え、これ、ステア低くね？これ、もう完全振ってないっしょ。なんか、ズルして100にしたのかな？どう思うみんな。ステアが低すぎるぞ。ギラティナ。これ下にいたやつか、画面の下に。色違いだ。47でいいな。微妙なレベルだね。何やこいつ。HP 高っ。フィジカルすげえな、こいつ。腹殴られても効かなそう。はあ、死ねって書いてあるんだけど。え、俺何？悪口言われてる？死ね？はてな。何こいつ。マサユキ。ハンテールじゃん。これスーパーボールで捕まえてんの。公園中央からやってきた。はい。やってきたらしいっす。まあそうだよね。方言のポケモンだよね。なんとかの牙を持たせて、あれだよな。進化するんだよな。これ普通のガブか。マサユキはポケモンリーグでやった。え、じゃ色違いかこれ。色違うんだ。いや、これもなんか振ってなさそうじゃない？控えめでしょ？控えめでこれな、これなの？まあまあ個体値がわかんねえからなんとも言えねえけど。なんかくせえな。ああ。ちょっと臭い匂い。ゲン。俺は、まあ、ゲンはちゃんとしたプレイヤーであると。もう一体何も PM って何これ ?PW? これは PM って書いてある。おお。ほお。色違い。親エメラルド。レベル100の時、本人超がやってきた。はあ。はあ。特防が高いですね。結構、なんか、マサユキ。またポケモンリーグだ。ポケモンリーグはなんか色違いが出てくるのか？ドラピ。知らねえ、こいつ。控えめ。はあ。性格まではやっぱ、でも性格までが厳選できてないあたりが、ちょっとリアルっぽいんだよね。スピー。え、なんか、え、待って、マスターボール持ってない？こいつ。スピー、今気づいたけど。こいつマスターボール持ちながらチャンピオンロードにいたのか。とんでもね、陽気いいじゃん。陽気確かあれだよね。特攻下がり、素早さ上がりだよね。こいいじゃん。ステが低すぎるな。え、何こいつ。秋彦から献上されてます。これ皆さんどうですか。
図鑑ナンバー151といえばよ、214番道路でレベル100の時に出会えるんですか、ミュウっていうのは。皆さん教えてください。これはどうなんでしょうか。わさかゴミ、なんでこいつを秘伝要因にしたんだ。ゴンゴン、なんて読むこれ、ニール、親ニールです。はい、まあ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 、こんな感じですよね、ステータスは。何こいつ、シェイン知らねえ、マスボで捕まえてる秋彦、シェイン可愛いじゃん。トゲキッス、トゲチックが進化するんだよね、生意気だって。うん、またポケモンリーグだ。ポケモンリーグにトゲキッス出てくんのか、本当に。なんだこいつ、中尾明みたいなマフラーつけてるぞこいつ、真面目。うわー、これも振ってなさそう。これマリンだろ、もう俺にはわかるよ。分かってきた、マリン、このマリンに出会いたい俺は。マリンとポケモン交換してよ。勝負どころで出会ったってどういうこと。勝負どころって場所があるのか、勝負どころって場所だったんだな。ちょっといいかもこの辺は。ガーゲン、これは色違い、何が違うんだ一体。ガーゲンってこんな色ちゃうの。あ、ちなみになんかポケモンのアニメのゲンガーの鳴き声知ってる、みんな。ゲンゲロゲーン、こんな鳴き声だって。笑ったよ。グライオン、グライオン、グライガー、グライガーの進化系か。またポケモンリーグだ。データレジギガス、ソウジンね、ソウジン。何この特性、スロースタート、攻撃と素早さがしばらく半分になる。意味が分かんないんだけど、弱しばらくって何。ロトムってさっきいなかった、なんだこいつら。え、なんか掃除機とドラム式洗濯機と冷蔵庫がいるんだけど、何こいつら。マサユキはなんだ、ポケモン家具にするなんかフェチがあんのか。こいつら全部色違いなんだけど、まあ、ポケモンで羽化させたのかな、厳選したのかな。何こいつ、扇風機もいる、何人いるんだロトムは。ロトムって何なんだ、ちょロトムに俺は今惹かれてる。こいつなんだこれ、オーブントースター。いやまあ浮遊はいいよね、電気タイプ入ってて浮遊は嬉しい。何こいつ、なんか可愛いのいる、ゆくしい、かわいいじゃん、素直な性格。おお、どうなん、なんか50でやった、はい。これ伝説、これもなんか振ってない臭くない、伝説でこんな捨てなの。300いかないってある、いきそうじゃない。 M リット万博、はい。ハグノン、かっこいいね。なんだこいつ、ミロッミロティックこれ振ってるね、特攻ちゃんと振ってるねこれ。次は肌色違いだ、これ何人いるんだこれ。この動画やっぱ2時間超えるぞ。エーフ色地こんなキモいの。レオからいただきました。遠く離れた土地、ざっくりしとんの。技も適当やな。アンブレオン。アンブレオン。いや、絶対特防もっと高いもん、こいつ。マーク。なんだ、海外の人と通信できんのこれ。なんだこれ、新王チャンピオン。新王で、はい。あ、チャンピオンになったらしいですよ。ダース。あ、ここ、ブイズゾーンか。リョ、寂しがりや。あー、まあでも素早さちょっと低くね、こいつ。もっとポテンシャルあるだろ。140だっけこいつ素早さ、何個だったっけ。140じゃなかったっけ。やばい、パソコンの画面が消えちゃった、ちょっと待って。これちゃんとキャプチャーできてますかこれ。あ、できてるな、よしよし。ナイトかっこいいよね。頑張りやがん、控えめがよかったな。いや、低すぎる特攻はどう考えても。
134じゃあったでしょ、特攻確か。特攻も120ぐらいあったよね。なんか技がなんかクソ微妙なんだけど。おメタグレン。はるか。はるかからもらってる。はるかも下なんだな、俺より。俺というか、まさゆきより。気まぐれ。気まぐれか。いや、これもなんか振ってない、臭くない？もっといくよね、だってレベル100でちゃんと振ってたら。俺がダメなのかな、俺が間違ってる、これ。なんだ、この父は。これトラウマなんだよ、こいつ。なんか、転がるで殺された記憶あるぞ、俺、金銀で。あの、茜ちゃんだっけ？暴行にされた記憶あるぞ。父でもいいな。父がエロいぜ。やばい。まさゆきこそ、まさゆきも何者かわかんねえ。206番道路で60の時に出会えるんですか、ファイヤーって。これもなんか臭いな。臭い匂いがプンプンする。ダーさん、まさゆき。202番道路にいるんですね。最近のサンダーは普通の道路にいるんだな。無人発電所じゃないの。これもう絶対振ってない。まあまあ、なんか、普通だね。これ辺技はなんかちゃんとやってるっぽいね。ザーフリね。素直、はいはいはい。吹雪絶対入れろ。でも結構とんがってるね。なんだこいつ。なんかいたな、金銀にこんなやつ。その尾の花畑。ピジェットこれなんか海外産か、これ。外来種か。レベル99にいるんだ、色違いのピジェットは。ケンタちゃんは初代最強ですよ。アツシ、アツシレベル50の時に意地っぱりいいじゃん、これ。これちゃんとなんか厳選してるのか。レベル50ってのがちょっとよくわかんねえけど、これサファリボールじゃないの、これ。ボール関東でレベル50で出てくんの。いや、振ってない、臭いっすね、これも。どうなんでちゅかね。またダース？帰ってきたか？いや、帰ってきてね。アイス。これも色違い？色違いっすね。冷静。はいはい。高いね、特防が。いいでちゅね。スチールね。ってことで次ロック。黒金遺跡。でもこれはちゃんと取ってるっぽいね。まさゆき。まさゆき、これは安心していいのか？これは安心か？いいのかい？なんかもう一人いる。え？何この名前？なんか見切れてね？怖いんだけど。23の時。23でいませんよね。40か45じゃなかった？遺跡にいるの。ちょっと怪しいな。怪しいのがビンビン。バリバリ。またポケモンリーグ。もうなんか怪しくなってきたな。完全に怪しいな、このロムは。なんだこいつ。ちょっとポケモンリーグが楽しみになってきた。いや、なんでこのうんこみたいな色。普通のブースターの方がいいよ。71で絶対ないっしょ、ブースター。ずんなま、絶対ねえよ。もう、ポケモンリーガー俺信用しないよ。捨てもゴミだしさ。なんでレベル100でこんな弱えの？どうなってんのこれ。無王さん。おかしいでしょ、100で。低すぎる。頑張りゃ、頑張ったステータスじゃねえよ。これ頑張ってねえだろ。ドリル好きなんすよね、俺。結構ドリル好きなの。ダメ押しってなんだ、これ。相手がすでにダメージを受けていたら技の威力は2倍になる。ほう。ということで、自傷ダメージを先手で打った相手に強いってこと？そういうことかい？何こいつ。バグってないこれ。なんかバグポケモンみたいな。怖っ。ミカルゲ。意地っぱり。はい。不意打ちってなんかよく聞くな。へえ、なんか強そう。ギャロップもなんか、かっこいいじゃん。アツシ。いや、弱すぎる。
ちょっと弱すぎないですか。僕、はい、せっかち。いや、低い。せっかちの割には、スバス188円なかった。バンちゃん、MR です。MR がいらっしゃいますね。ミッドシップエンジンですね。リアドライブ。血の気が多い。何これ？ポケルス？これ。あ、にっこりマークついてんの。これポケルス持ちちょっと優秀じゃない？これ。これは努力値上げるのに。ちょ、もう一回見よう。これ状態にポケルスとか飲んでんのかな？わかんねえや。まあ、ポケルスじゃないのかもしれない。能天気。ちょ、なんか低いよね。こんなもんなのかな？俺が勘違いしてるだけかもしれんな。あまりにも低すぎる。低すぎない？何このエロい女。男じゃん。男でもいいや。秋彦。じゃあ攻撃が低すぎる。これはさすがに俺でもわかる。さすがに低いぞ。これあと何個あるの？この動画やばいぞ。1時間は超えるな、これ。バッとくるくる。462。勝負どころが気になるな。素早さが低すぎる。エアスラッシュ、かっこいいね。クロバットもなんか、技があれだよね。この4世代は、技の火力が一気に上がったらしいね。本当に。金、銀とかはもうディフェンスの戦いだったからね。お、防御ちゃんとしっかりしてるね。相手自身破壊、ほう、ステーミー。頑丈かな？ちょっと見てなかったけど。だったらステーミーも使える。磁場孔。ほうほうほう。バランスいいね。これあれ、レアコイルが進化するんだよね。ラスか。ユキちゃん。さあ、氷か。弱点多そう。控えめでこれ。ウッドハンマー物理じゃないの？この辺もなんか適当だな。基本適当だな、技は。オクタン大好き。オクタン砲ちゃんと持ってるよね。オクタンといえばオクタン砲だよ。でねえんだよ。アイデンティティを消すな。ヌオーサも強いね。水地面って強いね、基本的に。草しか弱点ないし。ステがちょっと終わってますね。ライ！ライチュウ大好きなんだよ。ピカチュウ嫌いだけど、ライチュウ好きなんだよな。ちょっと弱えな。なんだ、このゴミ技は。10万がござらんよ。ヌロトノといえば雨乞いでしょ。これ、水水とかじゃないの？貯水なのか。ステがもう、うんこ。何飛び跳ねるって。こんな技、なんかあった気がする。あったっけ？ 3 世代にあったっけ？ネギがカモしょってきましたよ。いや、これはさすがにおかしいでしょ。こいつ、これは、ハマちゃんでしょ、これ。これ、ハマちゃんが声を当てたよね。ルイエ爆誕で。素早さ65しかないんですけど、レベル100で65の素早さって存在するんだね。命の玉。ハピナス。ハピナスとかはね、3世代の努力値上げ用の秘密基地で使うんだよね。これ HP が3上がるんで。めちゃんこい。何こいつ。あ、いたわ、こいつ3世代に。まあ、ちょっと臭いね。まあ、ちょっと流していくか。ちょっと長いな。でも、色違いってこれさ、継承できんの？なんか遺伝とかで多分できないよね。この時代ってどうなの？昔って8192分の1とかでしょ？確か。あ、違う。これポケルスだわ。これついてるわ。さっきの違うな。ちょ、ちげえわ。ああ、これちゃんと振ってるね。大好きクラブで100の時運命的な出会い。はあ。勇敢、素早さ低いのか。うわ、全部育ってる。素早さ低いのちょっと嫌じゃない？ディフェンス低いのに素早さが低いってのは、ちょい良くないよね。
これ何これ、これも色違いじゃない、なんか名前がよくわかんねえ。ムーマージ。リングマン。せっかちゃん。ちょっと火力低いね。技微妙っすね。何こいつ、生き物なのかこいつは。動いてる、一応動いてる、一応動いてるけど、果たして生き物なのかどうか。フラワーギフト、晴れの時自分と味方が強くなるんだって。トゥートゥーじゃん。キングラ好きなんだよね。キングラはでも4世代から輝くんじゃない。フラワンマーのタイプ位置が弱かったんだよ、特攻が低かったからさ、今までこれ4世代から輝くよね。いい、クラバンナー残してんのね。もうこれはね、絶対欲しい。キングラー育ててーな。キングラーで俺、冷凍戦勝っていきたい。ディンフ。ディンフも好きよ。このためだけに友達と通信交換しまくってたもんな。いい。だ、こいつこれ、ブーバーが進化したのか。バーンブー。またポケモンリーグ。ポケモンリーグはこれ怪しいな。これ品種改良行ってるぞ。ヘルガーもかっこいいね、やっぱりいつ見ても。うん、ガッサも強いよね。酸性は強かったもんな。タビパでも強いんだよ。ワタちゃん、ワタちゃん印象ねえな。これ2世代で出てきたんだよな。ポポッコだっけ、ポポッコワタッコ、ん、羽根っこか、羽根っこポポッコワタッコ。これはサイドンの進化系ね。エンペちゃんはポッチャマのあれか、最上位か。サバイバルエリアにいるの。大体この御三家ってゲットできないんじゃないの、最初以外。ちょっとくせえな、ちょいクソっすね、ちょいクサ。知らねえこいつ。岩、これはあれか、金銀のやつ。大地、あ、関東、違うな、譲渡じゃねえんだ。うん、こいつレベル100じゃねえぞ。こいつ弱えんだよな。なんか一見強そうだけど弱えんだよなこいつ。オズゴドラ終わってねえかこれ。65でこのステータスって終わってねえか。これクソギャンブルクソ取りじゃん。意地っぱり。プレゼントってこれ、物理なんだ。へえ、これがなんか新しいブイズなんだよね。超可愛くない？グレイシア、グレイシアと一緒に寝たい。勝負どころが気になるな。一体どこなんだ。氷技がございませんけど、タイプ一致がござらんぞ。エレキブル、エレブの進化系ね。おお、パンチャーじゃん。攻撃、うっかりは特攻いらなくね。フォレトレス、え、こんな文字打てんの ?5 文字までじゃないの。何こいつ、知らねえ。ガーメイル、ガーなの。ロギーからもらってる。ロギタン、レベル5で出会ったんだ。相当愛着ある。レベル5で来た割にはとステータスゴミじゃないか。さすがに。エアスラー。あ、一応技はちゃんとしてますね。何これ、死ね、また死ねじゃん。とりあえず悪口言うの俺に。サトシ、サトシからもらってる。控えめ、特殊、特殊バシャーモなの。物理じゃないの。ミズ、おとなしいっすね。おー、4、コンクリートみたいな色してんな。これ何の卵だろう。はい、終わりかな。あ、終わりね。はい、ということでね、まあこれはどう、みんな黒かな、白か黒かで言ったらどうだい。僕はね、黒だと思うね。なんだけど、あのね、まあもちろんこれ、ただこの図鑑埋めとしてはちょっと欲しいんだよね、このミュウとか。正直。黒なんだけど、ちょっと置いておきたいなっていうのはある。だから別のロムも、ちょっとロム買おうかなと思った、他のも。
いや3世代もそうなんだけど、やっぱ図鑑埋めと普通にメイン用で、特に3世代は電池交換の問題もあるから、割と予備で持っとかないといけないなと思って。まあまあまあ、なんでこの4世代のやつもちょっとダイヤモンドパールも買って、まあやっていきたいなとは思う。はい。ということで、4世代プラチナはこちらで終わり。次の動画はね、ブラック見ていきましょう。ということで、さよなら。